養分かなって、養分がそんなこと言ったのか、したことが中昨日風呂入らずにちゃった浴びたっても昨日風呂入らずにしちゃったから50ぐらいに40もさっき目覚めちゃうんだって、マジで。目が覚めちゃう。昨日は神回だったわ。ボンジョイの驚き方すごかったで、切り抜き見たけど。ベッドの中でうんこしたくなってきた。マウスさんの
君、俺がリツイートしたやつ見てきてみ。そう、早いわ。おはよう。整理券だけ取り入れて。すごいよな、ベトナムのパチンコって。9時オープンなのに6時から整理券配ってんの。やっぱあれはやばいよな。いやあれよくよく考えてみるとあれやばいわ。でもマジですごい確率だわ。すごい確率ですごいタイミングだと思う。カプセルありがとう。おはよう、ナイスもしてって。モンジェリが今日勝てるって言ってたんだろう。じゃあ勝てるわ。だね、これ朝早く起きすぎるとやばいぞ。今日ドネ眠くなるぞ。どいい夢見たんだ。おはようございます。めっちゃいい夢見たんだよね。あ、ガチアンチさんありがとう。毎度毎度。おいしょ。セレケン配ってない感じ今。何番？え、この時間に来ても16番なの。わお、Thank you。 バイ。
いじゃん。危ねえ、ちょっと待て。上半身裸がいた。上半身裸がいきなりいたんだけど、おっさん2人危な。ガチャンさん、おいしょめっちゃスタイルいい子、めっちゃスタイルいい、よくてさ可愛い子がさ夢に3人ぐらい出てきて、 その子たちがさ俺を奪い合ってた。あの体ちょっとまあ細くてね、あのスタイル良くてちっぱいで、なんか物事を取り合ってた。で朝起きた時勃起してたもん。増えたよな日本人。いつ帰ってくれんのかな。余裕で座れる。で前なんて30分前に行って取れてたぞ。11番で。が狛江はあざといってパンちゃんに話聞いてたの、ムカついたぞ。どういうこと？パンちゃんってあの強い人、イベント、あのいつも上にいる人だよね。違う。いやどうでもいいんじゃね。別に、周りにどう思わせてようが俺を越すことができないんだから、何言われてようが気にしなくていいんじゃね。伝説のモーニング食べ行くか。
Hello, xin chào. Chào. Sao chưa? Hả? おお。と恥ずかしい。朝の海でも見てみるか、一瞬だけ見せてあるわ。綺麗かな、上から撮ると綺麗なんだけど、ね、下からだとあんま綺麗じゃないんだよ。ありがとう。おう、また落ちてきた。落ちたね。くっせえマジで、あくっせえマジでくっせえマジでくっせえわ。あともうさ、まださすごくない？7時だよまだ。もう見てみ、みんな活動がすごい早い。泳いでる人もめっちゃいる。だからベトナムってさ、終わる時間帯早いでしょ、店の夜。そう、だからそういうことだよ。そういうことだわ、そういうことだわな。だから裸のおっさんめっちゃいるんだって。危ないこれは。ちょっと、あ、てかいいのか、上半身裸は。だってあれだもん、水着だもんね。男はいいのか。めちゃくちゃいるけど、お姉さんはいない。タトゥーだけ。あ、すげえ、なんかあれやってる、初めて見た。これあのなんだっけ、なんていうんだっけ、ビーチバレー、朝の7時19分だぞこれ。ちなみに、まあ日本でいうと昼過ぎぐらいにやるやつじゃないのかこれ。あ、出た、あれ寮。日本でもあるよね、ああいうの。もう見て、海水浴めちゃくちゃ人いる。朝の7時
20分なのにめっちゃいるやん。待って、めちゃくちゃいるんだが。ほら来た来た、漁師。波静かでしょこれ。で多分時期にもよると思うんだけど、マジで海が透明なの。ほら、透明じゃない？海。海透明じゃない？結構。ほら、見えるかな？伝わるか？写真持ってくるの？それか。ぬるい。さんでもいい気がしてきた。多分今だったら誰でもやれるかもしれない。あの皆さん、足がめちゃくちゃ臭い人はあの海の水でこうやって洗うと取れますよ。しばらくの間、2日3日ぐらい持ちますよ。塩でね消毒するんだよ本当に。マジで。俺毒性、足水虫ではないけど。化学性。あの臭くなる理由はこういうゴムのビーサー履いてると臭くなる。だからクロックスとか俺履かないんだよ。夏は下駄いつも。え、なんで。
そう見ると都会っぽいよな、ね、ありがとうガチャンさん。魚見たいな。魚行くか。空気の色がちょっとよどんでるわ。だってまだ晴天っていうの見たことないもん。いびつだぜ空気がよ。魚いるのかな。あ、魚いた。魚いた。フィッシュ。すげえ。魚。すごい大量ですの。すいません。すごい、あんま取れてないな。これあちょっとないよ。寂しく行こうぜ。朝さ、あの彼氏いる女の人に言うけどさ、朝彼氏とさ、大好きな彼氏ね、朝寝起きに息臭いけどチューできる人ってどれぐらいいるの。俺多分今バカくせんだけど。あ、ちなみにあれね、年齢は20から30代まで。できれば18から22歳の間の女の子に答えてほしいわ。あ、やっぱ18から20代の女の子に答えてほしい。やっぱ15から18だ。ナイス、ありがとう。だからさっきからさりげなく言ってるじゃん、治ったっちゅうにって。もうしつこいな、同じコメントばっかり。
何回目だよ。お前の真似して音感じハーデス打ったら35万溶けたわ。アホなんか、マジでアホか。金なくなったか。ありがとう。ありがとう。アイテムカプセルお願いします。ナイスのね。だから臭いんだってこと。ベトナム圏あ、ありがとう、10個おいしょー。わっさー汚いか綺麗かわからないんですよ。水の色は人にお願いするときだけ腰低いの。いや当たり前じゃない。え、お前って人にお願いするときってさ腰低くしない。当たり前じゃない。めっちゃ当たり前まで言ってるやん。怖いのだが逆に。今日ゴスロ打ちます。
オムレツ。はい。オニオン&ベーコン。なオニオン。あ、ベーコン。ベーコン。ハム。And オニオン。Yeah, only. Yeah, only Thai one.Good, very good. うまい。これなんだろうな。茄子の天ぷらこれ。一個立てまって。これ何につけて食べるの？迷ってるわ。お前ら速報すごいぞ。これすごいこと、すごい現象が起きてる。 Thank you。 ありがとう。すごいことが起きてるわ。マジで言ってる。が準備されてるっていう。あ、最近ね、そうだ、観光客、あのパチンコ屋日本人増えたもんでさ、カフェラテがさ、俺のね品切れになるだよ。マジで、マジしてるわ。赤ちゃんさん、おいしょー、ありがとう。ごこう、今日は焼きそばみたいなやつ、オムレツ。先生、これがよくわからないんよな。
やばいな。パリパリ感がない。しなしな。ああ。なんかやっと。ファミリーマートに売ってるなんとかビーフンっていうやつあるじゃん、白いやつ、白っぽいやつ売ってない、なんとかビーフン、ビーフンかの味がする。焼きビーフン、
样搜一搜。ナイスお願いします。エミマジでどれに一日朝から晩までいて、あの3箱なくなる、2箱は確実になくなる。インターバルなしだもん。例えばゴッドのボタンが来るたびに一服する。あのボタン、チャンスボタン押してくださいみたいな。ほかありがとう、 Y さんおいしょう。
スもお願いします。やばい、最近マジで起きちゃう早い、朝に。だって俺今日何時に起きたっけ。5時半に起きたわ、一回。意味がわからんよな。1時に寝て5時半に起きるんだぞ。で、寝て、6時半に起きて、風呂入って、挨拶。これって睡眠不足？睡眠不足？正常？おはようございます。いざ2時の脳が興奮してんの。